はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。明けましておめでとうございます。2021年、始まりまして、最初の動画はやっぱりパワプロサクスペですね。こちらのガチャ動画から、やっていきたいと思います。で、年が明けてこちらの金河新年スペシャルガチャが、来たんですけれども、もう一つ年末のところからですね、お正月スペシャルガチャ、社長がデビューになってる、こっちのガチャも来てまして、これもまだ引いてないので、せっかくなんで今回は、お正月スペシャルガチャ、まあ、大と小があってね、両方引いて、その後金河新年の、スペシャルガチャを引いていくという流れでいきたいと思います。で、一応石の方はちゃんと計算して3870個、なんていうの、この確定分引いていく上で、ギリギリ足りる数だと思います。まあ、あの安いね、石は全部買い尽くして、さらにもうちょっと補充した感じになります。で、まずこっちの社長さんですね。社長さんに関しては、やっぱりパワー上限アップ、先週キャラでパワー上限アップがあるっていうところが、いいですね。今まであすみちゃんをね、入れなきゃいけなかったんですけれども、パワー上限つけるためには。で、そうすると結局彼女キャラなんで、まあ高校によってはね、使いづらかったり、そもそも新聖堂高校だったら入れられなかったりっていう、ところがあったんですけれども、今回選手キャラでパワー上限アップが来ましたので、まあいろんなまたねキャラのバリエーションが増えていくと思います。で、バナーキャラはあと3本末の別バージョンと、あと通常の佐伯さんですね、この3キャラになってます。で、ショーの方から引いていきましょう。これは9回まで、ターンガチャで、バナーの中から PR 以上が確定してますというところです。まあ、ここで出るか出ないかっていうところ、SR 以上が1個ずつ、ちゃんと演出見ながら。で、金のキラーはね、入ってるかもしれない。入ってないことの方が多いけど、3本末。3本末もね、そこまでレベル高いわけじゃないから、まあ、出てくれれば出てくれたで全然いいかな。やっぱりね、思考のファーストを作るのに使いたいよね。あのアーティストキャラで、まあ、新アーティストプラス思考の一類種、ただ思考の一類種の確率がどれくらいだろうね、そんなに高い感じはしないから、むしろちょっと低めな感じがするから、まあ、そこが難点かな。3本末に関してはもうただそれだけのキャラだよね。筋力がかなり稼げるから、その筋力キャラとかぶせちゃうと筋力が余っちゃうっていう、そういう使いづらさもある。佐伯さんで、佐伯さんもね、何気にまだプラゴンになってないから、まあ、PSR はね持ってるけど、王子佐伯の方が多分レベルは高かったと思う。で、今何回目、あ、社長さん来たね。社長さんなんでこんなにバッと持ってんの。てか社長さんって何キャラだったっけ、なんかね、前パワフルやってた時見た気がするけど、黒獅子重工とかだっけ、懐かしいね。まあ、一時期かなりパワプロをやってて、その後離れて、でまたサクスペに戻ってきたみたいな、そんな感じ。パワポケとかは全然やってなかったね。パワポケ1あたりはやって、2以降はもう全然ですね。だからそっちの方は全く分かんないです。パワポケはね、結構野球っていうよりも、なんていうの、なんか RPG 風だったり、ちょっと野球から離れて選手を作るケースが多くなってるみたいなんで、まあ、それはそれでね、まあ一つの面白さがあると思うんですけど、ダンジョン高校みたいな、まあそんな感じだよね。結局全部 PR で終わりそうだな。8回目か。ないね、これはないね。ひたすらタンガチャを引いていく。3本末でも、まあ社長さんがちょっと少なめ、3本末が少し多い感じ。9回だから、まあ、均等に考えると3キャラずつだけど、社長さんがなんか2回くらいやった気がするんだけど、3本末多いね、なんとなくだけど。
まあそんな感じです。じゃあ章の方は終わって、今度は台で、台は選択権がついてるのか、選択権が5回目の SR と PSR の選択権、誰が選べるんだ、ちょっと見てないんだよね。あれ、どっから見ればいいのこれ。スペシャルガチャ100体の中から選んでくださいと。出現割合、いや、わかんねえ、後で見よう。とりあえず引こう。最近はね、もう確定のところはとりあえず SR はもう大体入ってるよね。 SR が入ってなくてもなんか PR だけとかなんかそういう感じになってる。そう、ガジェットが出た。PR 選択権、あ、そっか、左下があれか、第1回目か、2回目のところを見てた、右上の2回目から SR 確定ね。でも1枚目でガジェット出てくれたから、まあまあいいかな。ちょっとアンドロメダをね、もうちょっとうまくやりたいんだよね。3本松、普通の3本松が出てきた。まあこれは別バージョンに食わせよう。六本木とか、まあ、六本木もね、なんか守備要員作るためにはなんかたまに使う感じがする。魔術師とアイコンだけど、まあ、2つ取れれば完全に、ね、二遊間作るのにはいいと思うので、まあ、そこ絶対的な経験点が減るからね。あ、来た、社長さん。とりあえず社長さんはゲットした。あれ、社長さんってどっかで確定枠あったっけ。あ、お前さんまだ持ってなかったか。ちょっと見てみよう。筋力と打撃でしょ、得意練習、パワー上限はまあある、働き方解約とか受けんな。ブラックだっけ、黒獅子ってブラックなんだっけ、ちょっと忘れちゃったな。でタック、そう、2種類練習でね、タックついてるのはいいよね。で試合経験点ボーナスで練習効果10で、あー、これは最低でも45で使いたいケースだね。筋力8がついて精神8もつくのか。でチャンスパワーヒッツーだ、なるほど。あ、余計なもの持ってるかちょっと見てないけど、まあ、とりあえず社長さん、30連目、あ、30連目でバナーか、なるほど、だから出てきたんだ。で社長さんの確定のところはないのかな。バナーは何回か来るけど、社長さん自体が出るかはちょっと分かんない。で40連目もバナー確定だけど、この金玉から、まあ、SR が入ってることもあると。あれ、三本松こっちが別バージョンだっけ。なんか普通の方の三本松よく分かんなくなったな。絵柄が分からん、普段見ねえから。なんかそこそこ解放できそうだな。 SR 選択権が一応ついてきます。で SR 選択権ついてくるけど、お、確定が1個入ってんだっけ。なんか先頭に入ってるからありそうだけど、3本松よく出てくるな。みなとちゃんもね、 PSR 今3とかだった気がするんで、レベルを上げられるんだったらちょっと上げていきたい、やっぱり。で6回目、ここはバナー SR、 5回目はただの SR か。まあでも3本松が出たと。社長さん45でいけるかどうかだよね。いや、もう俺のあれだと絶対できないけど、3本松がやたら出てくんな。ある程度のキャラが揃ってれば、あとね、借りるっていうことになるんで、
で、ここは SR でピン SR の選択権がついてきますと。70連目1個、まあなんか普通の感じだよね。嵐丸ここに来てよくわかんねえキャラが来た。アンドロメダでさ、アンドロメダ嵐丸とかさ、アンドロメダ大西使ったらなんか結構いい感じのボーナスがついてくれたら嬉しいんだけどね。使う価値があんまりない感じで。バナピー SR 80連目です。佐伯さん、佐伯さんなんか久々に見たな。佐伯さんそろそろ結構高レベルに持ってけそうだけど、ちょっとどれくらいだったか覚えてない。最近佐伯さんが出てるの引いてないからね。という感じで、次はじゃあこちらの金河新年スペシャルガチャですね。デビューキャラとして、これは神崎コリスでいいのかな、普通に。でこれだけちょっと見ると一押しキャラの方ね、肩上限アップがついてて、で、まあ、肩上限アップってことは野手で使えってことだよね多分。で、高角砲か一級入魂ってことはまあ割と普通な感じがするんですけど、詳細の方で見てみるとこれなんですよね。あの右下のアンドロメダ学園でセットするとさらに、先手必殺カジバのバカ力から、プラスで金徳が手に入ると。だから上限アップが1つあって金徳が2つ手に入るというようなキャラになってます、アンドロメダだとね。で広角砲がね、新広角砲と被せられるんで、まあ、そこも、強打者を作る上では使いやすいところにはなるのかな。ちょっと神崎コリス自体がマネージャーキャラっていうところだからね、アンドロメダどうなのかちょっと分かんないですけど、とりあえずまあ引くだけ引いていきましょう。コリスちゃんは50連目でとりあえず1枚はもらえるというところ。マネージャーキャラっていう立ち位置がねアンドロメダではいいのかな。加藤先生はねいいと思った。やっぱね体力回復すると結構練習できるか。フランケンいたんだ。あそうそうそう、あとね柔道は全然持ってないのと、あれなんですよ、割とね PSR プラゴのねキャラがねいて、一応厳選30キャラになってるじゃないですか。出現割合見るとときめきみおちゃんがまず50でしょ、で従前の1年すごく欲しい今プラ4なんで、であと二宮もうプラゴなんですよ。であすみちゃんもプラゴでしょ、でフランケンはなんか3くらいで、マンボはもう全然で、ジャスチーも何気にねプラゴで、野球マン5号も PSR プラゴっていうところで、アーサーもプラゴだし、伊能くんもプラゴだし、あと誰もうゴブとかいない、サイガもプラゴでしょ、で鈴木もあの独身術とれるお休みバージョンもプラゴなんで、で小村ちゃんも別にって感じでしょ、あのクリスマスプラゴだし、で葵ちゃんとかも今更使わないし、で守くんはそもそもなんだっけあの公的種持ってないし、で道上もプラゴでしょ、でレイリーもプラゴでしょ、でひじちゃんも水着がプラゴでしょ PSR っていう感じなんで、なんか半分とまではいかないけど半分くらいがもう PSR プラゴなんだよね。結構ね危険な感じはする。その PSR 確定のところがなんかね残念になっちゃったりする可能性があるんですけど、まあ、せっかくのね新年ガチャなんで、まあ、引くは引いていきましょう。PSR がプラグが増えてくると、まあ、そういうところでねちょっとするほらときめきみおちゃんとかときめきみおちゃんとかもういらないんだけど、あとりあえず柔道のチカちゃんは手に入った。だから柔道チカちゃんもスルーしたんだよね、あのデビューした時。柔道チカちゃんの時もなんかときめきみおちゃんとかだっけ、なんかわかんない、誰だっけ、あケンパチだっけ、あのケンパチもプラグなんで、ちょっとねやっぱりそこら辺が怖くて、俺割とビビリだから。ここはバナーかで、バナーで、あ虹だ、キラーはない、虹が出るとねちょっと決算前入ってる
3枚入っていくとさ、ときめきリオちゃんはだからもういらんて。ときめきリオちゃんどんだけ出んの。お、これはそう、 PSR 一応なんかね2倍ってなってたけどね、もらいました。でマネージャーだから別にって感じだよね多分ね。いつもの通りの50にして使うキャラか。相棒ってわけでもないのか。そういえばマネージャーという立ち位置が、あ、彼女ね、普通に彼女じゃん。だから彼女テーブルだよこれ。イベントボーナスが上がっていくという感じです。とりあえず PSR 出ました。ときめきみおちゃんがやたら出るけどね。まあただ柔道チカちゃんも手に入ったし。虹ポンキラーン、あ、来た。これ結構効いてる PSR。 てか1枚目じゃん、これ確定じゃん。おお、いいね。あれ、ここ確定枠だっけ。よし、柔道も手に入った。こっちは悪くないね。社長さんがちょっと少なかったけど、こっちは全然いいぞ。柔道チカちゃんはもう一気にプラゴに持っていけるはずなんで。あ、そっかそっか、40連目が PSR。 あ、そっか、 PSR 確定だけど柔道チカちゃんが出てくれたのは嬉しいね。じゃあコリスちゃんゲットしときましょう。はい、1枚。うん、普通のは初めて。もうただね、最初のデビューのところでプラゴまで持ってくのとか無理だから、よっぽど偏らない限り。で40連目で PSR のコリスちゃんが出て、50連目で確定枠でコリスちゃん当てて、60連目の PSR もなんか当てるみたいな、なんかそんな感じにしないと無理だよね。はい、もう PSR プラゴンになっちゃったキャラのなんか使い道がないからね、新しく手に入れても。フラッケン、フラッケンもなんか5とかに持っていけるかな。威圧感キャラはやっぱねちょっと作りたいよね、4番打者として1人くらいは。でここまでだっけ。70連目以降がイベキャラ出現率2倍になってるんで、ここまでですね。まあ、とりあえずコリスちゃん PSR 手に入ったのと、チカちゃんも PSR が手に入ったので、まあまあばらけた感じではありますね。ときめきみおちゃんもちょいちょい出てきましたけど、まあ言っちゃえば3分の1だからね。まあ全キャラ出てきたんで、まあ全然よしとしましょう。じゃあちょっとねチカちゃんだけ解放したい。じゃあとりあえず柔道チカちゃんね、ここに PSR が1枚あって、今回手に入れたのが、ここら辺の柔道組だと、元から持ってるまず浴衣ですね。浴衣がね、 SR がプラゴが2枚あって、PR のプラゴと SRSR、 あと通常のチカちゃん、通常チカちゃんが SR プラゴと、まあ、一応 PSR が1枚ある。これどうやって使っていくかだよね。まず普通のやつはいらないと思うんだけど、この5は1枚突っ込むでしょ。で PSR もとりあえず1個突っ込むでしょ。3をどうしようか。3をなんかプラゴにしたい気もするけど、 PR のプラゴがなんか1枚あったから、それを入れて5に持っていく感じで、ちょっととりあえずやってみよう。そこまでこれでしょ。でまずなんだっけ、まずは普通のプラゴ、普通のプラゴこれを入れます。1です。で次は普通の PSR を突っ込む。 PSR は 50%、 これを入れます。解放しろ。解放した。
まあ、さっきのね、プラ5がプラ1しか解放しなかったんで、まあ、それはここでカバーしたと、プラ2に。で、そこからどうする？通常バージョン、通常はマジでいらないよね。通常はマジでいらないから、このプラ3だ、このプラ3をとりあえずプラ5に持ってこう。浴衣もまあ使うかって言われたら微妙な感じだけど、通常バージョンは本当に使わないからね。浴衣はもしかしたら使うかもしれない。ちょ、どこだ、わかんねえ。あ、いた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 、プラ3で、このプラ5に解放してくれれば OK 解放した。で、最悪これは1解放でも問題はない。で、どれだ、これか。で、強化して3、まあ、確実にいける、確実にはいけるよ。だってここにプラ5は2枚あるんだから、確実にいけるんだけど、どうやろう。あ、ちょっとヒーターがピーピー鳴ってるんで待って。いや、めっちゃ寒いよね最近。30日あたりから急激に寒くなって、うちもスッカスカだからね、めっちゃ寒いんだよ。じゃあどうしよっか、もういっか。まずここで雑技入れてこう。とりあえずこの PRR 組を一旦雑に入れていく。はい。で、プラフォーマー2枚あるっちゃ2枚あるから、まあ本当はね 30% のやつの方入れてもいいんだけど、1個、45じゃなくて15の方入れればいいんだよね。これで2解放すれば、それリリッシュ。4、解放しない。で、柔道は、でも柔道を残しておく意味はないよね、そういえば。この 30% のやつを突っ込もう。浴衣は浴衣が出たときに何か使うかもしれない。解放した。というわけで、一応柔道チカちゃん、プラゴに、なりましたと。いうことで、柔道チカちゃんどうだろうね。最近北節をやってないからあまりよくわかんないけど、まあただ4キャラの中ではチカちゃんが俺は一番好きですという感じで、1年の初めはですね、まあな感じまあチカちゃん PSR プラゴンになって、なんか新キャラも手に入れて、まあ一応社長さんも手に入れたんで、まああとはね、また、サクセスの方をやっていきたいと思います。とりあえずはそうだね、暁台の強化でちょっとね、うち投手陣が見たらめちゃくちゃ弱くてちょっと今のうちに投手陣の強化を図っていきたいと思いますので、またね、今年も1年、どうぞよろしくお願いいたします。というところで、今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。